特集だから一人が好きあの人の言葉平成孤独死は恥ずかしくない作家五木ひろゆきが日本人に問う21世紀の生き方和してどうぜずと楕円の思想がヒントになる吉川慶吉川慶2018年3月幸せな人生って何だろういい会社に入って愛する人と出会い結婚し子供を産み定年まで勤め退職金をもらって老後はのんびりそんな古き良き昭和の人生はもはや過去のものとなったどんな大企業だって潰れるかもしれない退職金だってないかもしれない生涯未婚率は過去最高となり一人で生きるという選択も当たり前になってきたこれからの時代私たちはどう生きればよいか小説家の五木ひろゆきさんは寝なし草のように孤独であれと語るそして孤独死は悪いことじゃないと説く不安な時代を生き抜くヒントを五木さんに聞いた君たちはどう生きるかではなく我々はどう生きるかを考えよう五木ひろゆきさん2018年2月奥西淳二淳二奥西もうすぐ平成が終わり新たな節目を迎えようとしています人々のライフスタイルは大きく変わりました最近80年前に書かれた君たちはどう生きるかという本が再び読まれていますね作者は篠の源三郎さん岩波書店の雑誌世界の初代編集長で昭和の日本を代表する知識人でしたこの本で吉野さんは自分たち大人の生き方への反省を込めて若い人々つまり君たちへのメッセージを記しました一方で僕は今そんなこと言ってるより大人たちが俺たちはどう生きるかを考える方が大事ではと思うんです君たちというより我々はどう生きるかです今の時代大人たちの余裕がなくなってきている少し昔の大人たちはある程度の年齢になると隠居していました俺はリタイアするけども君たちはちゃんと生きてくれよと若い人たちに励ましの言葉をかけていればよかった定年退職後も年金など社会保障が充実していましたでも時代は変わった80歳でも90歳でも生涯現役として生きなければいけない時代になってしまった国家や社会大きな体制に依存して自分を守っていく道が閉ざされてきたそうなると自分はどう生きるかを考えなくてはいけません一人一人が自由なデラシネとして自分の健康もひっくるめて自分で生き方をケアする道を探してはどうかと考えていますデラシネとはどんな意味でしょうかデラシネとはフランス語で漂流者、寝なし草という意味ですが体制の保護を当てにできない人間とも言えます今のところ一応は国家、社会保障といった仕組みが機能しています私たちが今でも老後の生き方なんて考えられるのは社会保障への信頼が残っているからですでも今の世界を見ると6000万人以上の難民がいるそれは取りも直さず我々の未来の生き方を示唆しているのではと思うのですドイツへと逃れてきたシリア難民、移民難民の増加が私たちの未来を示唆するどういうことでしょうか21世紀というのはデラシネ的な体制の保護を当てにできない民衆の数が激増する一方でそれを拒むナショナリズムがまた勃興しやがて閉鎖的な国家主義のようなものが出てくると思います地球上の人口も2055年には100億人になると言われているこの激増ぶりは人間が歴史上体験したことがないぐらいの規模でしょう混乱の時代だからこそせめて自分の体は自分でちゃんと面倒を見ようという姿勢が大事です社会福祉国家の代表国であるスウェーデンでは徴兵制が復活したイスラム国によるテロを背景にフランスも徴兵制の復活を検討しています世界はどんどんナショナリズムの方向へ動いている移民や難民が激増している一方で国民国家は移民や難民を拒否しています過去2年間に多数のイスラム教徒が移住したとして反難民を訴える人々ドイツコットブス日本も地政学的には移民に消極的では長く歴史が続いてきたから単一民族的な意識が強いのかもしれませんでもそうした意識も変わりつつあるように思いますタレントさんでもカタカナの名前の方を見かける機会が増えていますよねサッカーやラグビー野球陸上などスポーツの世界でも昔はハーフという言葉が使われましたが今はダブルと言います両方のアイデンティティを持っているという意味ですね日本人の単一民族意識っていうのはこうありたいという幻想です様々な場面で活躍し自分たちが憧れ愛する人たちが歴史的に見ても外国にルーツを持つ人たちが少なくありません歴史の闇に飲まれた人々を振り返り自分の生き方を考える奥西淳二淳二奥西大きなものに頼らずに生きていける五木さんがそんなデラシネになろうと思ったきっかけはやはり戦後の体験が一番大きいですね僕は12歳の時に朝鮮半島で終戦を迎えて帰民政府に切り捨てられた民となりそれが思想の根っこになりました僕は平壌にいましたが敗戦前後は9万州から森を越え白頭山を越え避難民が続々と流れ込んできた平壌まで行けば列車が出てるというデマが飛びみんなが平壌を目指して流れ込んできたんです
僕ら家族は大混乱の平壌を離れ、38度線を徒歩で越え会場、ケソンに着きました。そこでは、今でいう難民キャンプに収容された。さらに仁川へ移動し、アメリカ軍の船で日本に戻った頃には1年以上かかりました。朝鮮半島からの引き上げの混乱ぶりを伝える新聞朝日新聞1945年9月18日朝刊東京本社版朝日新聞社、あの時代は、日本人が難民になった時代かもしれませんね。世界には、そうした歴史に全く取り上げられず、無視されてきた無数の人々がいます。中高新書の応仁の乱がベストセラーになりましたが、今日本は歴史ブームですね。でも、こういう時に話題になる歴史は、その多くが体制の中の歴史です。世界的なシャンソン歌手のシャルル・アズナブールが、オスマン帝国、現トルコによるアルメニア人の虐殺問題を提起し、話題になったことがありました。ナチスドイツによるアウシュビッツでの大量虐殺と規模はそれほど変わらない。にもかかわらず、歴史上からほとんどないことのようになっている。公主台に立たされるアルメニア人たち、1915から23年頃。解説、オスマン帝国とアルメニア人の虐殺。アジアとヨーロッパの間に位置するアルメニアは、4世紀初頭に世界で初めてキリスト教を国教化したことで知られる。長年、近隣の大国からの侵入、支配を受けたため、他国に居住する移民も多い。第一次世界大戦中の1915年、オスマン帝国は領内に多数居住していたアルメニア人を、敵国ロシアに内通しているという理由で強制移住させたり、殺害するなどした。犠牲者数についてアルメニア政府は150万人と主張。一方、トルコ側は30万から50万人程度、戦時下の悲劇だとし、組織的な虐殺はなかったと主張している。歴史の闇の中に飲み込まれた人々を振り返ることは、これからの不安定な時代を生きる上で大切です。国や社会に依存して生きていけるかと考えたとき、依存できる間はするけども、自分で自分のケアをするという考えは持つべきです。とはいえ、歴史のダイナミズムの中では、一人の人間はあまりに無力です。それは経済危機でも同じです。ソ連が崩壊し、ロシアに移り変わる頃、僕はモスクワに滞在したことがありました。そこで見たのは、高齢者がなすすべもないありさまで放り出され、国営市場の冷蔵庫は空っぽで何もない。年金は止まっている。そんな中でも機能していたのは、ブラックマーケット、闇市でした。人々は物々交換で、その日の糧を支えていた。そういう現実を見ると、何も混乱は戦後だけではない。こういうことはいつだってあり得ると思いました。戦後に少年期を経た人間にとってはトラウマです。商品が全くない食料品店、ソ連モスクワ、撮影日、1990年11月22日時事通信社、戦後73年。日本では社会体制を変えるほどの危機はありませんでした。今の安定した状態がずっと続いてほしい。そんな感覚が昭和の頃からあるような気がします。確かに、そうですね。敗戦前より前の大きな動きとなると、明治維新でしょうか。今年は明治150年と言われています。明治は本当に大きな変動期でした。幕府に仕えた武士階級の人々が禄を失い、戊辰戦争で賊軍にされた。階級制度が完全に壊れ、大きな地殻変動があった。あれも一種の戦後。もっと言えば革命だったわけです。これからの時代は自分たちがそういう変革を起こす動きがあるかどうか。それよりは外圧や事故、災害などで同じような変革があるかもしれないとは考えます。和して同ぜずプラス、楕円の思想がヒントになる。奥西淳二、淳二奥西、五木さんはよく、人は孤独であれ、という話をされています。どういうことでしょうか。誤解されている方が多いのですが、孤独と孤立は違うんです。孤独は自主独立すること。つまり、集団内孤独です。昔の言葉で言うなら、和して同ぜずですね。サークルに入るなり、ボランティアをやってみるなり、スポーツクラブに入るなり、ツアー旅行に行くなり、みんなと一緒に何かをやっていきながらも、自分は失わないということです。例えば合唱、コーラスだと、各パートはしっかり自分のパート守りつつ、他のパートと共にハーモニーを作っていく。みんなは同じように歌ったら、合唱ではなく声唱になってしまう。だから、二人でいても、孤独ということもあり得ます。仲のいいパートナーであっても、それぞれが相手の中に自分を溶け込ませるのではなく、違う人格同士が互いを尊重してはする。これが僕の言う、孤独論です。みんなと一緒にやっていくけども、同じにはならない。ソプラノがいればバリトンもいて、各々の個性や思想を生かしていくのが大事です。ただ、日本社会には、みんなと一生を良しとする空気がありませんか。浄土真宗には、親族に対親族に対、という考え方があります。信仰は大事だけれど、同じくらい世間も大事だという考え方です。真宗の中高の祖である蓮如は、額に王法、心に仏法という言い方をしています。世間の風に流されて自分を見失ってはいけないけれども、
逆に無理に我を通しすぎても結局うまくいきません。私自身こうした2つの中心をスイングする感覚が大事だと思っています。戦後思想家の花田清輝も楕円の思想というものを唱えていました。深円は中心が1つですが、楕円には2つの中心点がある。ラグビーボールのように力点が移動しながらどちらに転がるかわからない。和すると自分を守るという相反する2つの中心。時代の転換期にはその両方のダイナミズムの中で生きていくのが良い。楕円の思想であれば偏ることなく複眼的な目、相対的な考え方を養えます。蓮如、左と花田清輝、一つの考え方に固執しない方がいいと。思想というと永遠不変の真理みたいなものを持つべきだと思いがちです。法然は直相応という言葉を残しています。その時代とその機会にふさわしい思想があると。念仏を唱えれば救われると法然は唱えました。ただこれは平安末期の時代だからこその直相応だとも言っています。天変地異が続き、都が荒れ果て、戦乱が続き、この時代はまさに末法の世だった。人々は仏道修行も落ち着いて勉強もできない。そんな時代だからこそせめて南無阿弥陀仏と唱えればという教えです。いかに思想が優れていても直相応でなければいけない。どんな教えも永遠ではないのです。みんなと自分という二つの中心を持ち、時と場合に応じて考え方を変える。例えば20代から30代、40代、50代、60代、70代、80代では思想も生き方も違いますよね。よく記者から親鸞の思想ってどういうものですかと聞かれるんですが、そんな時はそれは親鸞が何歳の時の思想ですかと聞き返します。比叡山にいた頃と29歳で山を降りた時、流罪になって越後に行った時、関東に行った時、京に戻った時、90歳頃まで生きるわけですから思想も全然違ってくるんです。なので何歳の頃の親鸞の思想って言われないと説明しようがないんですね。どんどん発展するとは限らないけど流動的に動いていく。法然、左と親鸞、今の瞬間その時々でどう生きるか、それが大事だと。明治維新から150年、日本人はなかなか近代的自我の確立ができていない。でもポストモダンの時代だと近代的自我が果たして良いことなのかどうか、それも直相応、時代によって変わります。どんな思想も昔と似た時代には役に立つことはある。ただ全てのものは一回性のものです。例えば万葉集がそうです。大きな声を出してその和歌が歌われた瞬間、その時に万葉集は生きていた。我々は今残されたものをテキストとして読むだけです。死を悼む和歌、挽歌もそうです。例えば天皇が亡くなると葬列の先頭に詩人と警官が立ち棺を運ぶ。大きな声で帝がお亡くなりになったという趣旨の歌を髪を振り乱し叫ぶわけです。そういう中でこその挽歌です。万葉集定絵本の写本、詩や歌も音になった瞬間にこそ言葉の力があった。中世ヨーロッパの神学者のエピソードに、自分の書斎に勝手に入った甥っ子が悪魔のように声を出さず草書を読んでいて驚いたという話があります。元来本は声に出して読むものだった。聖書や孔子の論語だって歎異抄だって先生がこう煽ってましたって話ですから、平家物語だって琵琶法師が歌ってたわけです。本来は文字より言葉が先にある。文字は音を記録するための便宜上の機械です。あくまで活字は記録手段として生まれた。書くという作業と語るという作業で言えば、僕は語るという作業の方が本来的に大事だと思ってるんです。ですから僕は講演やインタビューを作家の余儀とかは全く思わない。自分の表現の場としての大ごとの場だと思います。良き人生を送るために自分なりの価値観を持とう。奥にし順次、順次奥にし、高齢化が進み長生きができる時代にはなりました。一方で生涯未婚率が過去最高になり、2035年には人口の半分が独身になると言われています。教育水準が上がってくると結婚率は下がります。この独立確率というか、自分なりの生活をしたいという思いが実現できるようになった。結婚しないことも人生の選択肢の一つになりつつある。戦前のような観念的な偏見は未だにあります。いい年して嫁にも行かない娘がいると恥ずかしいみたいな親がいっぱいいますから。それでも古い考えは音を立てて崩れつつあります。結婚しない選択も当然ありますよ。結婚をしないで子供を産んでもいい。少子化問題を言う人もいますが、そもそも子供を産んで育てやすい環境ではない。保育園の待機児童問題など社会制度の問題があります。アメリカやフランスでは無痛分娩が普通のお産の半数以上になっているそうですね。かつては出産の苦しみを乗り越えるからこそ母は偉大と説かれていました。痛みをこらえてあんたを産んだんだ、お腹を痛めて産んだ子という表現もあります。でも
苦痛が代償になって愛情が生まれるという発想は歪んでいるようにも感じられます。有意義な人生を送るために、一人の人間として功を確立するためにどうすればよいでしょうか。それがなかなか難しい。笑い。自分にとって良い生き方はあくまで自分にとってです。人それぞれ違いますから、自分なりの価値観を持つことが一番大事かもしれません。わかりやすいのが夜寝る時の姿勢です。え、寝る姿勢ですか。横向きのオーガがおすすめと伝えるテレビがあれば、上を向いてまっすぐ大の字で寝るべきだと専門医は言う。いやいや、うつ伏せで寝るのが良いという医師もいる。それぞれに権威のある人が意見を述べ、大きなメディアが相反する情報を堂々と流している。私たちはどう受け取っていいのやら、何を選択すればいいのか混乱してしまう。つまり良い生き方は情報のリテラシーと自分なりの価値観で選んでいくしかないわけです。最終的には自分の価値観や直感が大ごとになってくるのだろうと思います。孤独死は恥ずかしいことでも嫌なことでもない。奥西淳二、淳二奥西。僕も一人で過ごすことが好きですが、パートナーがいるわけではない。最終的には孤独のうちに死ぬのかなとぼんやり考えることがあります。孤独死は恥ずかしいことでも嫌なことでもないと思うんです。その代わり周りに迷惑かけないような準備が必要です。孤独死の事前教育とでも言うのでしょうか。一人で生きるには全ての責任が自分に来るわけですね。しかるべき資金も残しておかなきゃいけない。例えば地方では新聞配達の人がポストに新聞が溜まっているのを発見したら関係各所に連絡するようなシステムがあったりします。飛ぶ鳥、後を濁さず去る者、後を汚さずの心構え。一人で生きて一人で死ぬシステム、言うなれば孤独死の文化がまだできていない。そういう常識やカルチャーができれば、周りも穏やかに孤独死を認めてくれる流れになると思います。五木さんは孤独死を一つのスタイルに磨き上げたいと書かれていますね。僕は昔、生き倒れの思想というのを解きました。できるだけ野生の動物のように生きて、群れから離れて姿を見せない形で亡くなるのが望ましいという考え方です。これからの時代は死に方というか死ぬ作法が大事だと思います。かつて三家と呼ばれた日本の移動民の人たちは、集団移動の際についていけなくなったら置いていってもらって、その地で死ぬことにしていたようです。人が生まれるときは病院とか助産師さんの手伝いが必要です。それなら人が死を迎えるときの準備をする仕事も必要かもしれない。精神的な意味でのケアをする牧師さんやお坊さんのような人たちだけではなく、フィジカルな面で面倒を見てくださる方がいるとありがたい。大丈夫ですよ、安心してください。天国に行けますからと言われるよりも、まず今痛いのを何とかしてくださいって思うものです。人間は死は前より死も来らず。かねて後に迫れり奥西淳二、淳二奥西。五木さんは体の不調の自覚症状があると書かれています。死を意識する瞬間はありますか。それは10代の頃からありましたね。戦争中を生きていますから、少年航空兵などでできるだけ早く軍に入って特攻隊のように10代のうちに国のために死にたいと心からそう思っていました。毎晩寝る前には自分が飛行機の操縦桿を握って敵の空母に突っ込むところを考えて、操縦桿をひねって逃げないか、ひょっとしてまっすぐ突っ込めるか、敵にかかってました。死に関しては真剣に自分を犠牲にして国に奉じると思い込んでいた。だからこそ戦後の反動が大きかった。翻って今は死を意識しますか。死は前より死も来らず、かねて後に迫れり。人間何がどうなるかは本当にわかりません。突然死する人もいるし、徐々に終わっていく人もいる。だから働ける間は働こうって思っています。花から孤独死を目指そうとかはそんなに考えてはいないですけどね。でもできるだけ周りに世話をかけずに亡くなりたいとは思います。孤独死は悪いことじゃないし理想ではある。古代インドでは遊行期といって、人生の終わりを悟る年齢になったら家族や村の人とも別れ、ガンジス川のほとりに向けて旅立っていました。そういうヨボヨボのおじいさんがやってくると、よその村の人がお茶を出したり木陰に休ませてあげたりしていたそうです。日本で言えば四国のお遍路さんにお茶を出す。お遍路も本当は死への旅立ちなんですよね。死に装束で歩いて旅をするわけです。そもそも生きるということは死に向かって歩いているということ。僕は流されゆく日々というエッセイを日刊現代で連載していますが、これは石川達三さんが雑誌新潮で連載していた流れゆく日々から名前を取りました。時代は流れていく、流行もどんどん変わっていく。でも自分はしっかり足を踏ん張って不動の位置を保って変わらないぞと。流れゆく日々はそういう決意で書かれたものだった。でも僕は流れていくんだったら塵やアクタと一緒に自分も海に向かって流れていこうと思った。それで流されゆく日々というエッセイを始めました。どっちがいいとか悪いとかっていうことじゃない。
それはそれで、生き方として僕は尊敬しています。自分の生き方を確立しつつ、他者の生き方を尊重することが大事。長野の善光寺に行った時、一つの和歌を知りました。五十鈴川清き流れはあらば我々は濁れる水に宿らん。これは、清き流れを否定してるわけじゃない。でも、私は濁れる水にあって、ボウフラのように生きるぞ、という、仏の強い決意がそこに出ている。清き流れを尊敬した上で、濁れる水の生き方を確立する。相手を認めるって大事なことなんです。五木博之さんの新著、デラシネの時代は角川から発売中。五木博之、作家。1932年福岡県生まれ。生後間もなく朝鮮半島に渡り、47年に引き上げる。52年早稲田大学第一文学部路文化入学。57年中退後、PR 誌編集者、作詞家、ルポライターなどを経て、66年に、さらばモスクワグレン隊で小説現代新人賞、67年に、青ざめた馬を見よで直木賞、76年に、青春の門、筑豊編他で吉川英治文学賞を受賞。また英文版、他力は2001年度、ブックオブザイヤー、スピリチュアル部門に選ばれた。02年に菊池寛賞を受賞。10年に刊行された、新蘭で毎日出版文化賞を受賞。